おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はアロエベラの苗が手に入りましたので、プランターに定植していきたいと思います。アロエベラはアロエ属に属する多肉植物の一種になります。アロエベラの原産地はアラビア半島南部、北アフリカ、カナリア諸島が原産地と考えられています。現在はアフリカ、インドなど広い地域に分布しています。また医薬品、化粧品として多くの研究が行われることでも知られ、その効能は検索すると広きにわたります。また身近には食品としてヨーグルトやゼリーなどに入れられ食べる機会も多くなりました。今回も実際にプランターに定植しながら育て方も含めた8つのコツについてお話したいと思います。1つ目のコツ、生育環境です。アロエは夏の暑さや乾燥に強く育てやすいので、初心者でも安心して育てられる植物ですが、寒さに弱いため屋外で育てる場合は鉢植えで育て、必要に応じて室内などに移動された方がいいと思います。冬でも0度近くまで気温が下がらないような温暖な地域であれば地植えで育てることも可能となります。特に苗が小さいうちは寒さに気をつけた方がいいようです。前回も木立アロエの定植動画をお届けしましたが、今回のアロエベラは木立アロエよりも耐寒性は弱いようです。2つ目のコツ、置き場所です。アロエは日光を好むため、通年を通して日当たりのいい場所で育てるようにしてください。3つ目のコツ、用土です。アロエは乾燥を好むため水はけのいい用土で育てます。市販のサボテン用の培養土で十分になります。今回は軽石、赤玉土、鹿沼土、培養土を混ぜて作っていきたいと思います。4つ目のコツ、水やりです。 2,3 週間おきをめどに土が完全に乾いてから水を与えるようにしてください。アロエは乾燥に強いため頻繁な水やりの必要はありません。5つ目のコツ、肥料です。アロエの生育期である5月から9月頃にかけて2ヶ月に1度緩効性肥料を与えるようにしてください。6つ目のコツ、冬越しの仕方です。アロエの体感温度は5度になります。ある程度の寒さに耐えられますが、基本的には寒さが苦手になります。そのため冬の寒い時期には軒下などに移動させるか、暖かい室内に取り込み管理をするようにしてください。なお冬の間の水やりはほぼ不要で、肥料は与えないようにしてください。7つ目のコツ、植え替えです。鉢植えの場合、アロエの植え替えは2年に1度ぐらいでいいと思います。適期は春か秋が適しています。排水性のいい用土で植え替えるようにしてください。この時に小株が出ていれば株分けし、大きくしたい時は一回り大きな鉢に植えてもいいと思います。8つ目のコツ、開花です。開花の時期は1月から2月頃、初夏にも咲くことがあります。花が終わりましたら茎のところから切るようにしてください。今回植えるアロエベラになります。2つ用意したのですが、1つは根が傷んでしまったので全て取ることにしました。こちらの苗は根も傷みがなくすぐに発根してくれると思います。大きさは葉の長さで20センチほどになります。それでは定植していきます。それではアロエベラのプランターへの定植を行っていきたいと思います。まず今回用意するものについてお話したいと思います。今回は苗が2つありますので5号鉢を2つ用意しました。こちらの白い方は鉢底にスリットが入っています。そしてこちらの黒い方ですね、こちらも中にスリットが入っていて排水性はいいです。まだ苗が20センチぐらいですので、あまり大きな鉢に植えてしまいますと過湿になってしまいますので、できるだけ小さな鉢を用意しました。そして用土です。用土はこちら鹿沼土、赤玉の小粒、市販されている園芸用の培養土、そして軽石を1対1対1対1で混ぜて作っていきたいと思います。そしてこちらがアロエの苗になります。2つあるんですけども、1つの方は根が完全に傷んでいまして全て取ってしまいました。こちらの方は定植してから1週間ほどは水を切らして植えていこうと思います。そして根のある方はやはり
換水は定植してから 2,3 日後に与えていきたいと思います。それでは定植していきます。それでは腐葉土を作っていきます。まずこちらが軽石になります。そしてこちらが鹿沼土になります。こちらが赤玉土の小粒です。こちらが市販されている元肥入りの培養土になります。はい、こちらをよく混ぜていきます。それではこちらまず根のある方のアロエベラを植えていきます。培養土3分の2ほど入れます。そして根を広げながら用土を足します。この時に苗が風で振られて倒れてしまう場合がありますので、こちら梅の枝なんですけども30センチぐらいに切ります。はい、そして少し寄りかかるように刺していきます。このように刺して風に振られた場合でも倒れないように仮支柱として刺していきます。ねじってしまえばこの支柱は取りたいと思います。そしてもう一つになります。3分の2ほど入れます。こちらは全く根がついてませんのでこのまま刺すことにします。少し用土を刺します。そして同じように支柱を立てます。こうすることによって倒れづらくなります。またこちらも根付いて成長が始まり安定しましたら支柱はその都度取っていきたいと思います。そして何が終わっているのか分かるように名札を刺します。以上でアロエベラのプランターへの定植が完成いたしました。今回も実際にプランターに定植しながら育て方も含めた8つのコツについてお話しさせていただきました。1つ目のコツ、生育環境です。アロエは夏の暑さや乾燥に強く育てやすいので初心者でも安心して育てられる植物になります。寒さに弱いため屋外で育てる場合は鉢植えで育て必要に応じて室内などに移動させた方がいいと思います。冬でも0度近くまで気温が下がらないような温暖な地域では地植えで育てることもできます。特に苗が小さいうちは寒さに気をつけた方がいいようです。前回も木立アロエの定植動画をお届けしましたが、今回のアロエベラは木立アロエよりも耐寒性は弱いようです。2つ目のコツ、置き場所です。アロエは日光を好むため通年を通して日当たりのいい場所で育てるようにしてください。3つ目のコツ、用土です。アロエは乾燥を好むため水はけのいい用土で育てます。市販のサボテン用の培養土で十分になります。今回は軽石、赤玉土、鹿沼土、培養土を混ぜて作りました。4つ目のコツ、水やりです。水やりは 2,3 週間おきを目安に土が完全に乾いてから与えるようにしてください。アロエは乾燥に強いため頻繁な水やりの必要はありません。5つ目のコツ、肥料です。アロエの生育期である5月から9月頃にかけて2ヶ月に1度の頻度で緩効性肥料を与えるようにしてください。6つ目のコツ、冬越しの仕方です。アロエの体感温度は5度である程度の寒さには耐えられますが、基本的には寒さが苦手になります。そのため冬の寒い時期には軒下などに移動させるか暖かい室内に取り込み管理をするようにしてください。なお冬の間の水やりはほぼ必要はありません。肥料は与えないようにしてください。7つ目のコツ、植え替えです。アロエの鉢植えの植え替えは2年に1度ぐらいでいいと思います。時期は春か秋が適しています。排水性のいい用土で植え替えるようにしてください。この時期に小株があれば株分けし、大きくしたい時は一回り大きな鉢に植えてもいいと思います。8つ目のコツ、開花です。開花の時期は1月から2月頃、初夏にもお花が咲くようです。花が終わりましたら茎のところから切るようにしてください。
この後の作業ですが、こちら黒い鉢の方は根がついてますので、2、3日後に灌水を少しずつ始めたいと思います。こちらの白い方は根が全くありませんので、1週間ほど水を切り、それから少しずつ灌水をしたいと思います。今回のアロエベラは0度以下になりますと凍結して葉が傷む場合がありますので、冬は室内や軒下などに取り込み管理をしていきたいと思います。またその様子もお届けできればと思います。今回はアロエベラプランターへの定食についてお話しさせていただきました。チャンネル登録そして高評価をしていただければ励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。